I knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blame the media. Heaven or hell? I can go home. But they're cute. But they lose too. どっちがより可愛いか勝負です。もうよそ見しちゃダメですよ。見物料は一括支払いでお願いします。何は欲しい、手心すら感じません。それじゃロギンも稼げないですよ。おひねりあげちゃいます。ロジャーも褒めてます。よいしょ、やりました。どうです、すごいでしょう。違いますか。ですね。もしもし、キザ魔を隠した。ロジャーは渡しませんよ。さすが噂の賞金稼ぎ、侮れんな。日を改めるとするよ、お嬢ちゃん。うちは男です。いろいろあって女の子の格好してるだけで。そうか、暴動に厳しい、覚えておけ。うちには特に厳しくないですか。また周囲のために自分を偽っているってところだ。図星だな。どうしてわかるんですか。俺も似たようなものだからな。これが家族のためなんだ、そう言い続けてきた。本心から目をそらし続けた。何年も何年も、その結果が別居だ。わかるか。うちが黙ってればいいなってずっと思ってました。でもすごく辛くて、家族にも秘密にしてるんです。言いたくないことは誰にだって言わなくていい。だが言わないことで苦しむのなら話は別だ。たとえ近しい人間でも心から信じるのは簡単ではないかな。信じるのか。違いますよ。ネオさん、お手合わせお願いします。うちも前とは違いますからね。お金もいっぱい稼いで、賞金稼ぎとしても一発に。その割には不満そうな顔だな。ではお聞きしましょうか。始めます。そこまで十分です。うちはどうしたらいいんでしょうか。怖いんです。失うのは愛さんみたいに強くもない。逃げ癖だな。年の割に年代物だ。いや逃げますよ。だってこのままでも幸せなんですから。退くことも悪くですが、未来の自分が後悔しないようよく考えるそうです。未来の自分ですか。でもそれで後悔したらどうしよう。先は長いんだ。滅び方の一つでも覚えたらどうか。差し伸べる手もここにあります。うち怖くて逃げてたのはやめたいです。ここでごまかしちゃったら後悔するから。だからこれから何があっても自分には嘘つきません。お二人ともありがとうございます。ああ、元気でな、お嬢ちゃん。いや、おぼっちゃんか。お嬢ちゃん、いいですよ。うちは女の子ですから。